だっけ、予約の上あたりまで行くから。ダイナチャンネル。よし、あ、乾杯。うん。じゃあ、今日は明日は合流しましょう。合流しましょう。合流しましょう。かわいいね、これ。かわいいよ。なんかある一定の時間で回すのかな、うん、固まる。あ、違う違う、白身と黄身を分けて、白身でまず型を作ってそこに注入する、うん、そうなの、うん、すごいね、そういうゆで卵の作り方もできるんだ。ゆで卵じゃないのこれ。そう。すごいね、こんな方法があるんだ。調べた。多分ね。え？想像かい。でもこれ一定の時間さ、くるくる右にくるくるの入れ、くるくるなわけないじゃん、こんなの。そうだよな、うん、どうやってんのかなと思って。薄いじゃん、多分さ、この型に流し込む。へぇー、うん、お子さんはさ、はい、今回2回目だけどさ、うん、ディズニーシーン、今日は何に乗りたいですか。今日は個人的にはどうなの。この間乗れなかったら、あそこまで乗りたい。何ぐるぐるする。あ、乗りたい。水の上のね、大したことないとは思うけど。言っちゃったね、大したことないって。いや、決してカット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 はしません。すごい、はい、全部流れてる。今もう全世界中のディズニーファンを敵に回しましたから。大丈夫、カットします。カットはしません。ダイナチャンネル。ディズニーにハマった。なんかさ、うん、誰かが遊びに来たらさ、ディズニーに一緒に行こうっていう感じはいいね、うんうん、なんか姉ちゃん連れてきてし。確かに。そろそろ姉ちゃんね、うん、連れてきたいね、うん、すごい、だって行きたがってるもんね。めちゃめちゃ行きたがってるし、ね、うん、そしたら今度招待しよっか。うん、平日とかだったら安いしょ、多分。そうね。ケイシーは今回、あ、そうか、傘払ってか分かんないか。でも偉いよ、半分出すって言ったんだよ。マジで半分出したの。ケイシーはなんかお金をちゃんと貯めてるんだって、無駄遣いしないで。すごいね、堅実だね。私と大違いです。45で初めて貯金したみたいな。私です。でも今は頑張ってすごい貯金できるようになったの、うん、まあ、典型的なお金に弱い、リボ払いに手出してしまった。リボ払いを知らなかった。意味が知らなかったの。なんかさ、怪しいなみたいな、こう嗅覚ってあるじゃん。なんかこれ怪しいぞみたいな、あの、働きませんね。なんかすげえみたいなね。すごい信じちゃったんだよね。そう、結構ね、信じやすいの。騙されちゃうの。ダイナはあんま疑わないっていうか、あの、心が綺麗なの。あの、怖がっておられましたが、一番私は心が清らかです。一番ってこの4人の中で怪しさ、
怪しさしかないの。どういうこと、どういうこと、私が一番とか言ってるからさ、一番の人は一番で言わないでしょ。自己申告制だよ。そうなの、はい、今の世の中は。そういうことですか。そう、そうなの。だってあなたなんてもう汚れに汚れてさ、もうボロ雑巾のような感じだよね。うるせえよ。いやー、そうだよ。口は悪いけど、私はね、心は清らかなままだよ。身も心も。夫さん、信じております。そうでしょ。だってあんなにさ、死んでほしくないって泣いてる奥さんいないよ。でもあれ動画用でしょ。違うし、違うし。ダイナチャンネル。ケイシーだってダイナチャンネル 見たことある？ある。見てくれてんの？やばくない？サブスクライブは？それをしてね、あの登録しなきゃダメだよ。登録しなきゃ。大丈夫大丈夫、あのしなくて全然しなくて大丈夫。え、実際さ、ダイナチャンネルを見てさ、この2人のやり取りさ、1回か2回見たことあるでしょ。でさ、今実物見てどう思った？あ、実物怖えなと思った。ママだった。でもさ、怖いって言われたんだよ、このおばちゃん怖えなって。そういう側面もある。俺も見たことある。もうね、その側面しかない。そうだな。そう、そう。なので私今回反省点があって、さっきね、お土産買ってきて持ってきてくれたの。お、ほんと。で、優しいね。優しいでしょ、うん、あのお母さんから、うんうん、なのに私の回答が、うん、このタイミングで出ました。出ました。あの、今これからディズニー行く直前に渡されてもこれ持っていくの。週3の子に。ごめんなさい、週3の子にこのタイミングで言われてもね、週3の子はタイミングなんか知ったことじゃないですもん。そう、なのに、はい、そう、私の反省点、あの、子供を持ったことがないから。いや、そういうことじゃないから。そこに今理由付けしようとしたけど俺は違うと思う、はい、あの、ちゃんとこの動画は今回私が、あの、ディスっちゃったっていうのを出しますんで、これは、はい、これは何個か前の動画で、ダイナの東京に来た時のに初めて働いた職場の女の子、ゆうこちゃんと一緒に撮ってる動画で、その子が初めてドーナツを作った家でね、それを会社に持ってきた時のダイナの反応に非常によく似ております。その時は本人、俺は家にいたから言ってたんだけど、初めて焼いてきたドーナツを渡したら、普通はありがとうっていう期待してるじゃん。この油新しいの。新しい油ってちゃんと揚げたやつなのって聞いたの。もし違うんだったら食べないと思って。ひどくない？本人もまさかそんな返しが来ると思ってなかったから、普通ありがとうでしょって思ったんだって思ったんだけど、大した、言われてみたら大した新しい油じゃなかったんだって。だけど新しいよって言ったって言ったから、あ、じゃあ食べるって食べたら、なんか罪悪感にさいなまれたんだよね。で、この間ごめんねって実は新しい20年越しにね、新しい油じゃなかったです。それと一緒だって変わってないんだよね。変わってない、全然変わってない。そう、だからごめんね、ごめんね。今日あの、たらふく好きなもの食べていいから、この人が全部払うからさ。だってこの人が今頑張って働けて稼げるのは、うん、私がいるおかげなんだからね。今の私がのおかげ。だってそうじゃない、私がダイナに楽させてあげたいなと思うから頑張って働いてるんですよ。そう、その恩恵をお二人は今恩恵に預かれているのは私のおかげだからね。そう、だから私に感謝しないとダメなの、お二人は。遡っていくとダイナに繋がる。そう。
ナイル川のようにね、うん、遡っていったらファラオの感じで私がいますんで、うん、はい、ね、そうだな、ダイナの賜物だから、そうだな、はい、そうなの、そこのところ、あの肝に銘じておいてくださいね、わかる、ただ事実です、おいしい、進んでないけど、おいしい、おいしい、進んでないけど、おいしいです、おいしいです、おいしいの、はい、食べる、ちょっと一口ちょうだい、そんなにいらない、その半分、あれは全部あげるなんて言ってない、そっか、そっか、これ何 YouTube 用のこの返し、あ、これ絶対サムネになるタイプ、今の、あ、おいしい、おいしい、僕おいしい、俺の好きなナツメグもしっかり聞いて、サムネの撮影とかちょっとあーんとかあーんとかって、いや、まだあーんとかサムネにするよ、うん、いいの、うん、あーんとかあーんとかあーんとかサムネになんないよ、もういいよ、もう少ししなさい、パクっていつもないとパクパク